はい、こんにちは、サルウィンです。シャドーバースの実況をしていきたいと思います。はい、こちらババン。新コンダロンカンデデシバリレデタシャドーバース。というわけで20周目ですね。20周目もそこそこ大詰めになってまいりました。次が、はい、純正秘訣ウィッチに続いて今日はなくなりました。純正が変わりますね。純正のなんか重い、これ何だったよ。 OKOK、 純正の超越ウィッチーズになります。でもさ、大丈夫なのかな、大丈夫なのかなという不安感が結構あるんだけど、ニュートラルなカードが使えないんだよね。ウィッチだけのカードで組めるのかな。最悪ここ残るかもしれないけど、一応とりあえず見ていこうか。とりあえずマジックミサイル入る、ウィンドブラスト入る、でここは炎熱にしといて、で編成残る、条件無理、ちょっとここいらない。あー、だからフラムグラスのギミックが入らないってことね。そうだね。でここ入る、でルミナスじゃねえよ、ブルーンブレードサーモナーマーリン、でここがとりあえず入らない。パメラワンチャンワンチャン入れていこうかな。でシャドウババアはちょっとごめんなさいして、で破砕キープのドロシー1の超越3枚。はい、というわけで、そういうことになるわけだ。ああ、じゃあ、ちょっとパメラ入れておこうか。そういう感じにしよう。これは、やっぱ、超越パメラにしようかな、超越パメラ。まあ、ルミナスを倍にすればいいって話だから、まあ、ちょっとテクニカルにはなるんだけどね。悪撃とか入れてくみたいな。まあ、でも、除去はね、そこそこ入るからな。まあ、とはいえ、そんなに強い状況がないんだよな確かに。カメラ1枚できたらいいなって言ってもんだよな。できたらいいな、せっかく2枚になったのにって話か。やったろか。ライトニングシューターか。まあ、ウィンドブラストもね、すごいいい除去にはなるからな。でかい、大型処理できる除去にはなるし、ライトニングシューター入れてあげたい気持ちも山々なんだけど、いやー、パメラやるんだったら少なくとも月の印も少し欲しいから、ちょっとここは入るよね。2枚でいいかな。なかなか不安な形だけどね。てか、ほんとドロシーいるのかなっていうのがすごく、ある。感じてしまう疑問なんやけど、まあいいでしょう。大丈夫かなこの形、本当に成立してんのかなって気がすごいするんだけど、パメラ1枚でいいかな、わかんない。とりあえずやってみよう。噛み合わないようだったらちょっと考えます。さあ行ってみよう。決まったらいいねってことね。いやー、秘術とはお別れしなきゃいけないからね。軒並み禁止カードになってからな、ガーディアンゴーレム関連はね。しょうがない。復讐の悪魔、忠誠正義、かつて愚直に信じてきた者のなんてくだらないことや、それにジェンドル兵士のなんて脆弱なことや。難しいよね、価値観が変わると見方も全然変わるからね。まあ相性はどうなんだろうね。手加減なしよ、本気で行くわ。どっちみち退屈させてくれるな。まあやることやるだけだからね。パパウラとか、いや、とりあえず序盤は準備でいい。まあいくらでもあれだからね。最初は本当にデッキ回すカードだけでいいんだよな。よろしくね。あ、ぶっちゃけドロシー、ね、よろしく。ドロシーも補填保険やからね。さあどのアクションでも取れるぞ。いいぞいいぞ。はいはいはい、早いタイプね。ダメ、このだけ回復ねえのか。ちょっとあれだね、痛いは痛いけど、まあ落とせるかもしれない。早い段階で逃げてきたな。
練ってしっかりとケアをしていこう。よいしょ。次は相手の動きによるけど周りに進化でぶち込む。あーなるほど、読んできたか、読んできたか。周りが進化しづらくなった。じゃあしょうがない、じゃあ雄大なるお世話出して、ここは除去がある、まあ貫きもあるし、ここはここ戻しといてエンドでいいんじゃないか。はい、ハンドバーストするからな、上手にハンド使っていかないとな。あーマジか、萎えたのか萎えたのか。そしたらそれで考えるで、こっちはやることやるだけだからな。マーリン進化したい、でもまだいいよな。手札交換をしとく。あー次のターンでもバーストだなこれ。結局ってか、下手くそかな俺。ってか、まあ、構築の問題もあると思うんだけどな。うん。でも、慣れたらリタイアするもんな。なんか多分考えがあるんだろうよ。うん。クソ、マーリンが進化できないぞ。はぁ、めんどくさいことしてくるね。うわぁ、導き落ちた。まだこれだもんな。辛いね。めんどくせぇな。なんだこれ、やりづれぇわ。マーリン進化するこれ。悩むなぁ。やってくれるぜ。うわっ。はっ、そうか、引いたカード全部落ちんのか。ギャグだな。なんもできねえんだけど。落ちたくねえこれ。1枚バウンスしちゃうから。そうだよな、バウンスすんだよな。ねえ、染めてあげましょうか。はいはい。あ、まあ事故っただけだね。それやったらええわ。マーリンで編成打って倒してもそれでいいか。これがあなたの運。これで決めるわ。あ、円卓の騎士に我が作戦を。下手くそすぎるやろ。そうなるに決まってるやんな。アホやな俺も本当に。あなたの死が見える。まあ、超越あと1、あと1枚しかないんだけど。あなた素敵だったわ。あー、これってツードローだもんね。やばいんだけどこのデッキ、難しいなぁ、超越って。またバーストしちゃうから。さあ、もう手札バーストしまくるんだけど、てか相手のせいか？いや、違うなぁ。構築のせいだろうな、これは。これ負けちゃうんだけど、なんか。相手が失踪とか言ったら。これ回復ないからなぁ。まずいんですけど、これ。まぁ、5-5でしょ？ちょうか、超越あと1枚しかないじゃん。やべえ、やべえ。もう何やってんのって感じだよね。バンビーちゃん登場！バンビーちゃん登場！お手調べだ。これやばいっすね。ケント君、もう大丈夫よ。死んじゃう、死んじゃう。死んじゃう、ダメ。死んじゃう、死んじゃう。ドロシーとか別に今いらへんねやな。生意気。めちゃ復讐状態になっちゃったね。しょうがねえって話なんだけど。浅い握ってきた。ここで打ってもまだバーストしないか。ああ蓄積か。これはもうワンパンマン出すしかないな、ワンパンマンをな。パメラ来た、パメラ。これで一応か、コンボは決まるが、俺が生きてられるかって話か。お、マジか、あるか、これはあるか。じゃあ行こうか、やることやろうか。よし、ちょうどこれだしな。
我が剣を空を駆ける。私の舞であんたの背中を押してあげる。で進化しとこうか。こんにちは。覚悟はいいかしら。ボッコボコにしましょう。ボッコボコ。私の舞すごいでしょ。さあ一応決まったぞ。まあ状況あるだろうけどな。さすがにあるせっかく、うん、せっかく、ごめんなさい。せっかくやったのにひどい。さてとどうしよっか。あれがないんだよ。あれが超越が、あと、まあ俺が悪いんだけど。どうしよっかな。クソ弱いな。ドロシーでも、いやここでドロシーはさすがにないな。やっぱドロシー使いづらいなこの敵だとな。うん分かってたけど、いやーもうインプランサー引かれるだけでも負けんねんけど、辛いなあ。あー大丈夫、笑える死に様だ。何の問題もないな。その辺は全然いいんだよな。悲劇の開幕よ。あらら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 、少し問題、問題あったわ問題あったわ。相手衝動のままに食らい続けよ。相手長寿こてたっぽいのにな。相手ひたすら助手しか持ってなかったのか。なるほどね。俺が何も出さないから助手打てなかったんだよね。あーなんかだから少しでも他のカード出してってよかったのかもしんないけどね。フォロワーいねえんだよなこのデッキ。いやーなんか微妙か。やっぱ超越がね、だからあそこよね。プレミア、プレミ、これは完全に俺のせい。テレビちゃんと超越があれば決まってたわけだよね。はい、お疲れ様でした。頑張っていこう。